阪神1から0巨人、22日、甲子園2位阪神が首位巨人との直接対決で完封勝ちし、ゲーム差をついに1に縮めた。ここまでチームトップ12勝を挙げている佐伯博人投手、25、が、再三のピンチで気迫の投球を見せた。初回、先頭の丸にいきなり右翼へ二塁打を許すも、続く浅野の犠打を阻止して閉殺。二回も先頭の岡本は、 長野と連打を浴びたが、後続3人を断った。4回も1死13塁のピンチを招いたが、坂本を初球で2比に打ち取り、角脇を3ゴロ。6回は先頭の浅野に左翼へ二塁打を浴びた後、連続四球で無士満塁。それでも長野、坂本、角脇と3人をフライに打ち取り、切り抜けた。打線は3回1死から木並聖夜内野手。 30、が中ュ打ゼンダを放ち、西二塁から近本三辻外野手、29、が左前打で繋ぐと、中野匠内野手、28、が先制のミニゼン敵だ。この1点を守り抜いた、佐伯は7回7安打無失点で13勝目。リーグトップの巨人菅野の14勝に迫り、最高勝率争いの資格を手にした。 阪神は巨人との直接対決2連戦で連勝すればゲーム差なしの2位に自力優勝は最短で25日復活となる本拠地甲子園の声援も味方に一気にライバルを飲み込みたい阪神は最短で25日に自力 V が復活して優勝マジックが点灯する可能性がある阪神が23日巨人戦に丸 d n a が23日ヤクルト戦に加三角で 巨人が25日 DNA 戦2の場合で M5 が出る。ちなみに、現日程での最短部位は巨人が27日で、阪神が28日。阪神は今季巨人戦を12勝11敗1分けとし、1試合を残して今季の同カード5割以上が決まった。23日に三角または丸で、21年からの4年連続勝ち越しが決まる。